結局先週ぐらいに面白かったタイガー・ウッズがあんまり技術論を語らないんだけど、復活した要因は何ですかみたいなのがあって、タイガー答えて結局は腕だって分かりましたみたいな、そう今更腕だなんですけど腕ですみたいな、同じことを言ってる、そう電報ガンと同じことを言ってるわけ、結局は上体と腕でどうやって力を出していくかで決まる。一時期やっぱ下に行っちゃうじゃないですか。もちろんタイガーも床反力とか、やっぱりまあもちろんできてるんだけど意識がこっちにあったりとかしてるのは、多分今意識は上体にしかない。そうそう、だから今これ持ってるつもりで右手だけで左手軽くして、そう腕で上げて腕で、そうそう、うまいでしょ、触れるし飛びそうでしょ、そう今日野球のバットでしょ、全然全然そうやってグリップしてる人多いよ、え多い、こうやって、そうでも初めだけそうしててだんだん慣れてきたらこうやっててもいいから、なんでこれとさ、これってちょっとこうしてるだけじゃん。そう。え、こうやって似てる？きた。こう？ドンピシャだよ。いや、私こう。あ、ほら全部。きた。やってない。きた。きた。かけてないの？でも、これにしよう。アイアンはこれで、ドラ。今日の動画これ、今日の動画これにしよう。山口鈴鹿から習うテンフィンガーグリップ。なんか使い分けてるっていうか。もう使った？はい。え、アイアンはこっち？アイアンはインターロッキングで、アイアンこっちなんだ、ドライバーこっち、あのウッドからこれです、そう、そう、まあ、ゴーちゃんが今これありそ、もうバリバリありバリバリありゲール、うん、これすごい喧嘩しないですよ、でも喧嘩しないでしょ、本当にそう、この喧嘩しないが一番大事なというか、ほら全然喧嘩しないです、めちゃくちゃいい、すごい不思議、完全右手感あるでしょ、右手感超あるし、右手メッシでしょ、右手メッシ、ほら結構自由自在になるよ、ちょっと打ちなよ、ちょっと打ってこれ、あの挨拶した方がいいんじゃない、こんにちは、ほら自由自在、何やれ何やって、ほらじゃあドロー、これ普通にめっちゃ飛んでそうだね、飛んでそうだね、これ滑ってきた手がさどうぞ、絶対当たんない、当たらないよ、もうちょっと開いちゃって、うん、いやなんか、いやこう足をね、足なんですね、あ、そう本当手だけで打つってイメージのがいいかもね、これやばいわ、いいじゃんいいじゃん、いやでもね、ちゃんと芯に当たってる、うん、ボディーターンの人打てないからこれ、でも結構ちゃんと落ちてきてる、あるけど、うん、あるけどだな、クラブが一番いい、これ両手が喧嘩するからクラブ重く感じたりする、そうストップかかったり、そうストップかかったり減速したりして、だからアーリーリリースっていうのはほとんどそれなんですよ、世の中の人が一生懸命こうやって練習してダウンスイングで溜めるぞってやっても、ずっといざ打つ時にこうなっちゃうのは、そうこっちがこういう喧嘩が起きてるわけ、そうこうだから肩も挙上したりするでしょ、こうなったりする、そうそう上がってくるでしょ、だからグーってなっちゃうじゃん、でもこれが今の鈴鹿グリップだっていうか、こっちに司令塔を持たせたらならないじゃないですか、ならない、そのまま振っていくだけだから、そうかつさっきみたいに1本で狙うとか薄く入れるとか厚く入れるとかも結構自由自在だから、このこういうトップ選手とかにどうやって打ってるんですかって聞いても、いやーって言われるんですよ、それが正当ちゃんとした答えでね、なんでそう打ってるだけだもんっていう、そうでもそれはトッププロとか天才の話かなと思ったら、実はそういうのが解明したらそうでもなくて、結構練習してたらちゃんとみんなできるよっていう、そうすごい綺麗な動き、うまいよね、そうするとこうじゃなくてここの感覚が出てくるから、その自分の右手のグリップこうでしょ、そこに当たってる部分があるわけじゃん、そうこういう部分が多分大事になってきて、こうとかなってくる、そう使い方が分かってくる、なんか右手全然ないですね普段、じゃ感覚がないでしょ、多分こういうとことかにあったりするから、そうだってもう野球のバットみたいな感じですよ今、うんでも普通だよ、多分気づかない、僕も鈴鹿がそんなドライバーだけそう握ってるんで気づかなかったもん、そうでも自分でチョイスしてるってことは、多分ドライバーが一番振るからその方が触れるって感じてるからそのままにしてるんですよね、アイアンはやっぱコントロールするから、そうかもね多分。